ローデシアン・リッチ・バックは、南アフリカ及び、ジンバブエ原産のセント・ハウンド犬種の一つである。別名は、ローデシアン・ライオン・ドッグ、アフリカン・ライオン・ハウンド、ファン・ロー・イエン・ドッグなど、元となった原種は16世紀頃から存在していた。その犬種は、地元のホッテントット族が古くから良犬として、飼育していたホッテントット・ドッグとヨーロッパのマスティフタイプの犬のミックスで、 まだ品種としては確立されていなかった。なお、この原種を作出したのは、原産国に入植してきたヨーロッパ人で、ホッテントット族を追い出したり土地を差し押さえる際に、入手したホッテントットド,ドッグを有効活用するために、考案されたと言われている。土地を追い出されて、食料も十分になく放浪する羽目になった、ホッテントット族の中には愛犬を手放さざるを得なく、 なってしまったものが後を絶たなかった。そうして、主人を失ったホッテントットド,ドッグは、ヨーロッパ人側にとって、邪魔な存在でしかなく、発見され次第銃殺され、命を奪われる光景がしばしば見られた。しかし、ホッテントットド,ドッグを飼いならして、再び条件として訓練し直し、ライオンや、その他の猛獣の狩猟や護身に用いる者が、現れを始め、 土地への適応性と猟犬としての能力が評価されるとヨーロッパ人のホッテントットド,ドッグに対する見方が大きく変化した。以前は発見次第銃殺することが普通となっていたが発見後はそれを捕獲し猟犬としての資質が高い個体を選んでマスティフタイプの犬と掛け合わせて交雑種の猟犬を生み出すのに用いられるようになっていった。そうして誕生した後輩種が 今日のローデシアンリッチバックの原型となっている。ちなみに、ホッテントットドッグを捕獲して訓練しても、猟犬としての才能が見出されなかった場合は、殺処分されることが多く、そこから生還して番犬などとして使われていたものは、非常に稀であったと伝えられている。19世紀中盤になると、ようやく品種として固定されるようになった。本種の原種数頭にホッテントットドッグを2頭 イングリッシュマスティフ、ブラッドハウンド、グレートデーン、ブレンバイザー、そして何らかのポインター犬種などが掛け合わせられることで、今日の姿になった。もともとは人を襲うカバーやゾウといった猛獣を狩ることに、専門的に用いられていた。パックを組んで獲物の匂いを追跡し、発見すると、どこまでも粘り強く何時間も追いかけ回し、カバーや、 象の威嚇や反撃にもひるまず勇敢に立ち向かう。主人の銃によってとどめが刺された。品種として固定された19世紀の後半になると非常に勇敢で力が強いことからライオンを狩ることに使われるようになり、後にこのライオン狩りが本種の専門職になった。狩り方についてはカバや象と同じで数匹で相手を吠え立て銃を持った漁師を待つ。 1920年代になるとスタンダードが確立され、1930年代に国外へ初めて輸出された。現在も南アフリカとジンバブエで人気が高い犬種で、ペットや消毒具としてだけでなく、猟犬としても多く飼育されている。珍しい特徴と刺激内容から世界的に著名な犬種であるが、猟犬種のため飼育が比較的難しく、 原産地域以外ではあまり極端に多数飼育されている国はない。ただし、ブリーダーは各国に散在している。リジバック日本でも飼育が行われているが、ジャパンケネルクラブに登録されることは珍しく、希少な存在である。近年では2009年と2010年に国内登録が行われた。なお、ローデシアンの先祖は太陽国のタイリッチバックドッグであると主張する。 専門家がいるが、現在この説は正しくないことが証明されている。旧ローデシア地域及びホッテントット族と太陽国との間に交流は全くなく、両主が持つリッチバックという珍しい特徴は、それぞれが独自に獲得したものであると見られているが、いずれもどのように発生したか、詳しいことは不詳である。ただし、ローデシアンの先祖にあたるホッテントットド,ドッグは、その直系の先祖になった。 アフリカニスという野生権の突然変異によってリジバックとなったと見られていて、それをローデシアンが受け継いだものであると考えられている。ちなみにアフリカではローデシアンが勇敢で粘り強いのは戦士の魂と蛇を有しているためであるという言い伝えが存在する。勇猛果敢であるのは戦士の生まれ変わりであるため。 そしてヘビのように粘り強く正確な攻撃ができるのは背中にヘビを背負って生まれてきたからであるという言い伝えであるがこの背中に生まれつき背負っているヘビというのはリッチバックのことである2010年にドイツのこの犬種の母犬27匹もの子犬が一服で生まれたことが注目されたカオリジバックは遠くからでもよく見えるその名の通り 本種の最大の特徴になっているのは背骨に沿って生えているリッチバックである。この毛は首から尾の付け根にかけての間に走っていて、その部分だけ毛の生えている向きが逆になっている。リッチバックを持つ犬種は世界的に見ても珍しく数種類しか確認されていない。筋肉質の引き締まった体つきをしていて、銅と足が長い。 力強さと足の速さを合わせ持っている。マズルの長さは普通で、太く、先細りで、顎の力強靭である。胸は深い。耳は垂れ耳、尾は飾り気のない先細りのサーベル型の垂れを。コートは滑らかなスムースコートで、厚さに強い。毛色は赤みがかったフォーンカタンの単色で、耳は色が濃く、マズルはブラックになる傾向が強い。 また、これに加えて、胸に、ホワイトのパッチが入る場合がある。体高はオス64から69センチメートルで、メス61から66センチメートル。体重はオス34キログラム前後で、メス30キログラム前後の大型犬。性格は、主人家族に忠実で従順、勇敢で状況判断力が非常に高い。 ただし、自己判断力が高いので独立心も旺盛である。狩猟の際には非常に粘毛になるが、それ以外の時はのんびりすることが好きな一面もある。しつけは基本的に主人からしか受けず、家庭犬として飼育する際には一貫した厳しい訓練が必要となる。主従関係がしっかり築かれていれば飲み込みは良くなる。 見知らぬ人や犬とはあまり積極的に接することはなく、常に主人のそばにいることの方を好む。無理に家族以外の人と触れ合わさせようとした飼い主が激しく、吠え立てられたり、噛まれたりするということも起こっているので無理は禁物である。元が両犬種であるため運動量は莫大で、初心者が飼育するのは難しい犬種である。かかりやすい病気は、 大型犬でありがちな股関節形成不全や関節疾患、内分泌系疾患などがある。ありがとうございます。